はい、皆さんこんにちは。本日はですね、初心者の方におすすめなソニーの E マウントレンズ、7000ということで、フルサイズと APS それぞれのユーザーさんに向けて、でそして目的用途別に、絞ってですね、全部で7本のレンズを皆さんにご紹介したいと思います。いずれもコスパの良い、ね、そして小型軽量安価なレンズばかりです。はい、特にね、ビギナーの方、最初の1本悩まれている方ですね、この動画を最後までご覧になってみてください。まずですね、 APS のカメラで、ズームレンズをねご紹介したいと思います。ズームレンズといってもいろいろありますが、私の、紹介したいのは、定番のね常用レンズ、常用ズームレンズをご紹介します。はい、それがこちらです。カメラは ZV-E10 です。でここに、つけてるレンズというのは名前は EPZ16-50mm F3.5-5.6OSS OSS 付きのレンズです。 OSS とは何かというと、このレンズの中自体に手ブレ補正のユニットが付いていると、はい、いうことですね。こんなちっちゃいレンズですけど手ブレ補正のユニットが付いてるんですよ。これによって細かい微振動とかをこのレンズ側、ボディ側じゃなくてね、レンズ側で吸収してくれることができます。こんなにちっちゃいのに手ブレ補正がね優秀であるということ、これがね初心者の方におすすめしやすい理由になります。あと小型で軽量であること。電源を立ち上げるとこのようにレンズが伸びます。でここのレバーで、ハンディカムのようにねテレズームって動かすとですね、微妙にこの伸縮っていうのがするんですね。伸びたり縮んだりします。はい、これによって画角を 16mm-50mm、フルサイズ換算で言いますと24-75mm まで、はい、調整することができます。結構ね引いたり寄ったりできるんですよ。ですので、まあ、それを電動でパワーズームついてるんで、操作することができるんで、このレンズは、まあ、安くて、まあ、キットズームということで入門者向けですね。はい、なので最初の1本としてはおすすめかと思います。はい、ぜひねこのレンズご検討ください。で今度はねフルサイズのカメラに一番ベストマッチな常用ズームレンズ、はい、こちらは名前は FE28-60mmF4-5.6 というレンズですね。はい、一番明るくても、ワイタンで F4 という、はい、ちょっと暗いレンズになりますが、ですけど日中使うにはまあ十分、はい、こと足りるんじゃないかなというふうに思います。でサイズもフルサイズにしては、ね、かなりコンパクトですね。でこちらは OSS つまり光学手ブレ補正はついていません。はい、でもう一点言うと手動のズームなんで、パワーズーム電動ズームみたいにここでいじることはできません。手でこのように動かすと、まあ、伸びたり縮んだりと、はい、いうことですね。ワイド側からテレ側に動かしていくと一旦へこんでまた伸びるみたいな、はい、そういう不思議な動きをします。で最後使い終わったらこのように強く回せば、はい、こうやって収納してで、まあバックにスポットに収納することができるということで、フルサイズをもちろん買った、最近で言うと α7-4 ですね、なんか買われた方はこのレンズもねぜひ視野に入れていただきたいなと思います。このレンズの、いいところは、ね、私はもう実証済みですが、ものすごくね解像感が高いですね。今までいろんなキットズームを私も使ってきましたが、その中でも一番これがシャープじゃないかなと思います。ですのでこんだけサイズがコンパクトでかつシャープであると。はい、ただし F 値はやっぱりね4始まりですから、夜間とかはやっぱ暗いということがあるのと、あとパワーズームがついてないんで APS に比べたら電動ズーム使えないっていう部分では、まあ、使い勝手に劣るということと、あとまあもっと言うと OSS もこっちはついてるけどこっちにはついていないんで、まあ、その分ねボディ側の手ブレ補正でアクティブモードにするなどして、まあ補っていただけたらなと思います。はい、とにかくねこのレンズ、まあ、お互いこれねキットズームレンズです。はい、非常におすすめなので、こちらのレンズは若干高くなりますが、ぜひねズームレンズ最初の1本ということでご検討いただけたらと思います。はい、次に今度はね単焦点レンズですね、あごめんなさい、あとねズームレンズがねもう1本ありました。これは定番レンズとなっているんですが、この APS のセンサーに、一番ベストマッチなね、まあ、なんて言ったらいいんだこれは、便利ズームレンズですね。便利ズームレンズ 18mm-105mm のレンズですね。はい、名前は EPZ18-105mmF4GOSS ということで、こちらのレンズですね、それなりに、まあ、長いんですよね。はい、長いレンズですので、これを、まあ、
このようにつけて装着して、で持ち歩くということが、この外観ね、この外観が許せる方は、大きくても問題ないよという方はこれがおすすめです。はい、これはかなりよれます。18ミリがワイタンなんで 1.5× とフルサイズ換算で27ミリかな。で105ミリだから 1.5× と 157.5 ミリになります。相当よれるんですよね。これ1本で、まあ、下手したら運動会とか撮ったりとかハンディカムの代用に、まあ、ギリギリなるかもしれないぐらいによれるんですよ。で OSS がついているってことと、あとパワーズームで電動ズーム、テレワイドってこれできるのと、あと手動でもねズームをね微調整することができると。はい、でジンバルに、まあ、小型のジンバルは結構ギリギリなんだけど、そこそこ中型なジンバルだったら乗ったりするんで、いやこれはね本当に昔からおすすめしている、もう何年も前から私は使っている、定番の、便利ズームレンズとなります。はい、ですので定番の常用レンズ、ズームレンズとはちょっと違う位置づけですが、これぐらい大きくてもいいよっていう方はね、ご検討いただけたらと思います。はい、で次にね今度は単焦点レンズ、いきたいと思います。単焦点レンズっていうのは、最初の1本の常用レンズと比べてちょっとこう夢のある趣味的なね、はい、領域になってきます。単焦点レンズっていうのは画角をね、ズームすることができないんで使い勝手としては悪いですよね。ですが、まあ、何かちょっとこうロマンにあふれていて、はい、で、お高いレンズが結構あったりします。 G マスターとかね、そういうのがあったりします。ただ、まあ、この枠ではですね、まあ、初心者の方中心にお勧めしてるんで、いきなりね G マスターのレンズっていうのはやっぱりお高いだろうということで、 G マスターのレンズは、まあ、除外してですね、最初の1本としてふさわしい単焦点レンズ2本ご紹介したいと思います。まず APS では私最近売却してしまって今手元にありませんが、名前で言うと E35mmF1.8OSS というレンズがあります。このレンズは APS のカメラにつけるとですね 52.5mm ですかね、はい、まあ標準レンズぐらいの画角になります。であと OSS がついているということ、はい、がありますので、このレンズはジンバルにも相性がいいですし、小型軽量ですし、最初の1本として、でそしてお子さんなんか撮って背景ぼかしたりとかね、いかにも一眼チックな映像を撮りたい方は最初の1本としてこのレンズがおすすめだと思います。はい、それが APS カメラ用のレンズですね。で今度フルサイズ用のレンズはと言いますと、これも私持っていないんですが、ビギナーの方最初の1本として、まあ、おすすめしやすいのは価格的にもですね、 FE50mmF1.8 というレンズがあります。マキエレンズって言われてるんですかね、はい、非常にこうお安いです。で小型軽量です。このレンズね、まあ、フルサイズで 50mm で F1.8 だから、先ほど言った 35mm の 1.4 の 1.8 の APS よりもこちらの方が一段ボケる、ね、よりボケが大きくなるんで、よりぼかしたいっていう方はやっぱりね、まあ、こういうフルサイズに50の 1.8 つけるのがいいかなと思います。で光学性能とかは私はまあ所有したことがないんでわからないのと、そんなにいいっていうわけじゃないとは思うんですけど、はい、であと AF の性能、まあ、それは駆動音とか、あと追従性とかね、はい、スピードとか、そういったところは、何かね、ちょっと問題があるようなことを言われた方もいた気がするんで、手放しでおすすめできるかってちょっと分からないですけど、まあでもね、それ以上に、まあ、お安いということ、小型軽量でボケがね楽しめるということで、最初の1本としてね、まあ、AF 性能と確認した上で買われるのはいいんじゃないかなと思います。はい、ですので 35mm の APS のレンズ、そして 50mm の 1.8 のフルサイズのレンズですね、この2本が最初の1本としておすすめしたいかなと思います。はい、で最後にですね、今度は広角でジンバル、広角域が好きな人ですねのために、まあ、2本チョイスしました。はい、まず APS のカメラでいうところのこちらです。はい、こちら 10-18mmF4OSS というレンズです。こちらはジンバルやられる方、特にね、まあ、歩いたりとかしてちょっとこうダイナミックな映像を撮りたいという方にとっては、この10-18というのはもはやね定番レンズになっています。そろそろねアップデートしてほしいなとは思うんですが、この10-18をつけるとですね、フルサイズ換算で 15-27mm の、レンズ、ズームレンズと同じ画角になりますん でしかも、小型軽量で F は4でちょっと暗いというのはありますが、 OSS がついていて、こちらもレンズにね手ブレ補正ユニットがついているんで、まあ、ブレに強いと、
でジンバルなんかでね、まあ、結構アクティブに動き回るような撮り方には非常にこう向いてるということで、このサイズ感でね収まりますんで、ZV-E10 お持ちの方はですね、ジンバルなんかに、まあ、こういうレンズいかがでしょうか。はい、次のね、まあ、最初のだからまあ常用レンズとか単焦点レンズ買われた後で次のステップとしてねこういう広角レンズというのはいかがでしょうかということですね。はい、で次に今度はフルサイズですね。フルサイズについては広角はこちらです。まあ広角もねいろいろあるんですけど、16-35mm ちょっとお高くなってしまうんだけど、まあこれ古いレンズなんですけどね、 16-35mmF4OSS というレンズですね。こちらもズームの伸縮が少ないということと、あと F4 固定であるということと、あと OSS がついているということでジンバルにものすごく相性がいいです。はい、もうその昔はねもうこれがずっとね、広角のジンバル撮影の定番となっていました。今でこそ 12-24mm とか、それもね4と F2 一発があります。そういうちょっとね尖ったレンズが出てきたんで影が薄くなってしまったものの、まあ最初の1本として広角楽しんでみたいという方に、まあ、おすすめしやすいレンズじゃないかなっていうふうに思います。はい、このレンズは最新設計ではありませんので、まあせっかくだったらね、まあコスパを重視してですね、まあこれ新品で買うんじゃなくて中古でかなりお安くなってんじゃないかなということで、中古で物色されるのもいいかもしれません。はい、これがまあ最後におすすめしたいレンズです。最初の1本手に入れる方はですね、ぜひまあそういったところをチェックしていただき参考にしていただけたらと思います。はい、そのわけで本日はですね、初心者の方におすすめなレンズ7本ということでご紹介させていただきました。はい、カメラ関連機材とかね、まあ、あとジンバル撮影だったりとか、まあ、当店ねいろんな機材を販売してますんで、興味のある方はですね下に動画説明欄にリンクを貼っておきますんで、そちらの方ぜひね訪れてみてください。はい、そのわけで本日は以上です。ありがとうございました。